前回までのジョージアの奇妙な冒険、イースター休みに入り舞踊団が1週間も休みになってしまったからとはいえ、ワインと豚肉が食べたいという安直な考えのもと、全くの無計画で未開の地に乗り込んだ一行。昼から酒を飲み散らかした挙句、毎食のポーク BBQ。 果たして無事帰路に着くことはできるのだろうか。デイツ、夫婦の休日は続く。ってことでデイツー、のどかだ。カヘティはのどかなんだ、ひたすら、うん。まあ、今回の旅は特に何も決めずに、この結構行き当たりばったりで楽しむこのジョージア感がまあ目的みたいなもんなので、今から今日は何をするのか、帰りのバスが夕方なので何をするのか会議をしながら散歩しております。何しようか。昨日ワイン飲みすぎて、ちょっともうちょっとお酒はいいかな。多分お昼ぐらいになったら飲めるようになってそう。目的地を探します。今から小玉ごっこ。今のはめっちゃ小玉だったね。本当？確認しない。ヤギさん。すごいね、グレートビューですね。グレートビューだね。羊が移動してる。羊の大移動も見えちゃった。こっち来てる。羊飼いのおじさんがずっと叫んでる。聞こえるのかなこれ。いや、思いがけずクエラツミンダってとこに来たんですけど、すげえいいなこれ。カヘティがめっちゃ一望できて、しかも羊もいるヤギもいる。ちょっと今から中の方にお邪魔してきます。ちょっとすごいよ、羊の大移動。わー、ラマズヤ、山々めっちゃ緑が綺麗。本当だ。いい季節に来たね。うん。トトロだ。とんでもね、綺麗な場所でしたね。まあ例のごとく中は撮影はしちゃいけないのでカメラ回せないんですけど、でもこれは外を見るだけでもすごい綺麗なとこにある。リカニっていう場所のグリーンモナステリっていうのを思い出しました。よかったら過去動画にあるのでぜひ見てみてください。ボルジョミーへ行った時のやつかな。ちょっとじゃあいい感じにお腹が減ってきたのでね、レストラン探しましょうか。ザンビリボスで波を打ってやってるじゃん、どうかな。もう終わる、もう終わる。すげえ、ローカル店にやってきました。まさかの裏手にあるって。大成功だったね。
でもね、いいね、こういうローカルな店の方が来たかった。ツアーディガージ、ポークバーベキュー。いただきます。お、来た。結構寝るわね。マドバー。ライカレー。ほな、いただきます。ガウマジョス。なんかビールもうまい。リンゴジュース味が全部にあるんだね。なんかやっぱその地のカラーあるよ、超ローカルレストランより。ここに来てからずっとポークバーグ食べてる。帰ってに来たらそういう暮らしになる、うん、3日ぐらい食ってたら飽きるけど、うん、2日はいける、うん、いただきます。食べようか。信じられない、うますぎ、マジで。あるあるなんですけど、ローカルレストランほどうまいんですよね。これを待ってましたよ。綺麗な油です。はいはいはい、いただきます。生きててよかった。ジョージアで生きることができて幸せです。グルジャーニのつまりマジでうまい。タヘティ地方のおつわりが美味しいのは知ってたけど、結構グルジャーニトップレベルじゃない。本当におすすめなんで、ぜひ来てください。ジョージア、ワインと豚肉、これだけでカヘティ地方に来る理由になるからね。予想以上にうますぎましたね。びっくりうまかった。おつわり美味しかったよ、うん、お母さんたちがいっぱい喋ってくれました、うん、ワインもまだかいるかって100回聞かれた。ワイン飲むってずっと言ってこのローカルレストランを最後にトイレしに帰りたいと思います。バス探しの旅、うん、まあすぐ来る、うん、ごちそうさまでした。サベディアンガリシティシェイズジェファーオスダロオスダロワーワーカーサディアンガリシティシェイズジェファーオーフェラフェリサンケミリリデモディホーホーリデモバールホーリリバルのラッハンですテキルロスキーエンジンプラムババン。やばいこれね、ちょっと待って、これね、みんなこちらです。見つけにくいけど、すごいレストランね、うん、ちょっとまあ人が良すぎる、本当にホスピタリティの街だね、グルジャーニは、うん、よし帰ろう、はい、この幸せな気持ちを胸に帰りましょう、はい、ホートリスモーバルアーランマルシュルトカンゲロデビットホスピタリティの街だね、ほうほう、はい、あタクシーエルティカシトクトメティラリーマルトラーエイゾータメスミス落ちたアティラリー2人で10 2人で30ラリージェラルダイツケバハカルギートープ15ラリーで行ってなんかラッキーおじさんがトビリシ帰るのかな。帰ります、トビリシ。というわけでね、長旅終了でございます。まあ長旅って言ってもこの飛び石から1時間半ぐらいで行けるめちゃくちゃ近い場所にある観光地なんですけど、だいたいジョージアでね、どっか旅に出たら1回はなんかトラブルが起きるんですけど、我々起きてたんですけど、今回はね、何もなかった。パーフェクトな旅でした。なんか特に何も計画せずに、イースター休みだから、近所にこのグルジャーニのワインの専門店があって、そこで初めてグルジャーニのワイン飲んですごい美味しかったので、ちょっと本場のワイン飲めたらいいなぐらいの気持ちで、すげえ軽い気持ちで行ったんですけど、すべてが良かったですね。まずね、料理がうますぎ。あとね、人が良すぎる。ホテルのオーナーさん夫婦も、帰る時なんかもう1日しか泊まってないのにすげえ泣きそうになるぐらい良くしてくださって。あとあの、修道院から送ってくださった2人のシスターさんですね。与えることしかしない。送ってくれるだけじゃなくて、パスカっていうこの、イースターのケーキみたいのもなんかいただいちゃって、どんだけ与えてくれるんだろう。関わる人すべての心が豊かな街だったな。カヘティ地方は初めて来た時からずっと好きなんですけど、このグルジャーニね、観光スポットというスポットこそない街なんですけれども、非常におすすめでございます。ちっちゃい街なんですぐ回れるし、1日あれば十分かもしれません。いや、予想をはるかに超える素晴らしい旅だった。
最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではジョージアとジョージア伝統舞踊のことをね、日本の皆様にもっと知っていただけるようにこれからも全力で頑張ってまいりますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それとね、動画じゃない日常的なことは Twitter で発信したりもしておりますので、そちらのフォローもしていただけたらとってもありがたいです。ってことで、持って帰ってきたワイン飲んで寝ます。それではまた次回、おやすみなさい。